はい、え皆さんこんこにちはナシルーのただいま8月26日の月曜日ですね、午後の1時47分ぐらいになりますけれども、SBIFX ニュース始めていきたいと思います。まあ、先週末はですね日米のイベントがですねあったというところから、ですね市場注目が集まりましたけれども、特にですねアメリカのイベント、パウエル議長のパジャクソンホールでのですね講演があったわけですけれども、こちらを受けまして、ドルが全面的に売られると。 いう形となっていますアメリカの金利も低下したんですが、それほど大きな反応にはなりませんでしたが、やはり為替市場の反応の方がです、ね、大きかったというところです。ドル円も一時144円のです、ね、前半まで下落、そして今日の東京市場も株価の下落とともに朝方からまた下抜けという形になりまして、先ほど143円の45まで,です、ね、本日値を下げたんですけれども、先ほどからまた買い戻しが動き入っています。144円台までまでたた値を戻すとといったようななな状況となるなど、まあ、株価を ですね。非常に意識したですね神経質な展開が続いているというところです。まあ、そこら辺の値動き、少し細かく見ていきましょう。はい、えー、こちら見てもらってます。とは、昨日からの一日、えー、先週末からのですね。1日通してのドル円のゴンチャートです。先週末は東京時間146円の34まで値、ね、を上げたわけです。けれども、も、えー、日本のイベントとなりますのが、上田日銀総裁がですね。国会が閉会中ながらも意見聴取がですね。衆参両院の委員会で行われたわけです。けれども。この？ ですね、上田総裁の発言を待つような形、受けるような形になりました。上田総裁はです、ね、特別え、まあ、サプライズ的な発言はありませんでした。けれども、極めて慎重な言い回しではありました。けれども、基本的にです、ね、金融政策の正常化を進めていくという考え。そして、内田日銀副総裁との,とのです、ね、意見の相違もないといったこともです、ね、表明しています。まあ、こちらを受けまして、一旦は下押しをするんですが、百四十五の三丸まで下落。 その後は145円台後半まで買い戻しが入って、もう1回、下値を試す場面があったわけですけれども、145の2級にとどまりました、5円の3丸と5円の2級で2回ほど下値の値を確認したドル円だったんですけれども、押収時間入ってきますと、アメリカの金利の上昇とともに買い戻しの動き、12、3利回りで3.8577%まで上昇するにつれまして、ドル円も146円の48の高値まで値を上げるという形となりました。 そして迎えましたのがパウエル議長のですね、ジャクソンホールでのオープニング開会の辞みたいな形ですね、開会オープニングリマークと呼んでますけれども、毎年開会のですね、宣言の中で、えー、まあ毎年ですね、経済活動、経済のアウトルック、見通し等をですね、やはり発表するわけですけれども、今回も非常に短いですね、えー スピーチではありましたけれども、えー、端的に今後のアメリカの金融政策に対して発言が見られています、えー、タイムハズカムというですね、えー、かなりはっきりした言い方でその時が来たと政策のですね、金融政策を調整する時がもう来たんだとこういったことをですね表明しました、えー、そして方向性はもう明らかであるということからマーケットがですね織り込んでいます9月の FOMC での利下げに関しましてはもうほぼ織り込み済みであるんですけどそれを確認したような形になっ ますただ、利下げの幅ですとか、その後のペースに関しましては、ですね今後出てくるデータによると、データ次第であると、まあ、こちらもですねこれまでの見解を繰り返したという形となっています。そして非常に印象的だったのが、ですね今、FRB というのは2つのですね責務、デュアルマンデートと呼んでますけれども、インフレをです、ね、落ち着かせること、安定させること、そしてもう1つはですね、 雇用の最大化というこの2つがですね、責務として与えられているわけなんですね。で、まあ、その時その時のですね、経済状況によりまして、どちらかに軸がですね、やはり向いてきているというところなんですが、これまではインフレの方にですね、やはり軸が向いてきたわけですが、今後はやはり、 この雇用の方にですねもっと目を向けて金融政策を行うと、こういうことがですね発表されています。インフレ、労働市場がこれ以上減速することを歓迎しないと、物価安定に向けてですねさらに前進する中で我々力強い労働市場を支えるために全力を尽くすんだと、こういったですねことがうわれています。また、インフレが上昇するリスクは減少してきている一方で、 雇用,雇用状況が下落してくるリスクの方がですね増加してきているとえこういうことをですねはっきり言っているわけですね。 ですから8月の上旬、えー、初っ端にです、ね、発表されました7月のアメリカの雇用統計、こちらかなり悪い数字でした。こちらを受けまして、やはりです、ね、雇用市場、労働市場、こちらをです、ね、やはり気にしていかなければいけない。だから、えー、金融政策のです、ねえー、利下げをする時が来たんだと、まあ、こういったです、ね、表明になったわけです。まあ、こちらを受けまして金利は3.8577%まで上昇していましたので3.7858%まで低下。そのが上下した後 と3.7990%それほどですね大きなあ低下にはなりませんでしたただ為替市場の方ではドルが全面的に売られるという形となっていますドレンも144円の丸5銭というところまで値を下げ値を下げる展開引けにかけては144円の41まで買い戻しが1.2億市場引けるという形となりました そしてユーロドルに関しましてもですね、一気に1.1201まで買われるなどドルが全面的にですね売られるという形となっています。今日の東京市場ですが見てくださいこちらです。 今日は週末にですねヒズボラがイスラエルにですね報復措置を行ったというようなことも手伝いまして、日経金先物が朝方から先週末はですね東京市場のクローズベース、クローズとほぼ同じところで引けていたわけですけれども、早朝から日経金先物、300円安、400円安というところで大幅な下落に転じます。この下落に連れる形でドル円も一旦下値を試す形になりました。円の 丸5000というですね先週末の安値を下抜けて一時144の1まで下落そしてその後は一旦144の34まで買い戻しが入ったんですが買い戻しも限定的に終わりましたえその後また再び値を下げる展開144円ちょうど下抜けますとストップロスを巻き込むような形ですね143の,14の56まで値を下げます。 その後の買い戻しも144の丸5にとどまりますと再び143の45の安値まで値を下げるという形になりました。 日経平均、現物も寄り付きから540円近い下落になる中でですね値を下げています。ただ、その後はじりじりと買い物の動きですね、日経平均も今5番になりまして、値動きはあまりないですけれども、336円安と、えー、少し下げ幅を縮めるような動きとなりますと、先ほど144円台ですね、今も144の丸2あたりまで買い物が入っているわけですけれども、4円台をなんとか回復していると、えー、こういった状況となっています。まあ、基本的にはですね日経平均の かなり敏感にです、ね、左右される展開がドル円も続いているというところです。米系の短期水中心としまして、やはりドル円と日経金同時にです、ね、取引しているような状況が続いています。こちらも東のチャートで確認しましまょう 奴隷に関しましては、この8月5日にですね141円の70まで一気に売り込まれた後セリンクライマックス的な動きになって、その後、買い戻しの動きになったわけですけれども、買い戻しの動きになった翌日の6日のですね安値、こちらが143円の63だったんですね。まあ、ですから、ここらへんがサポートとしては意識されているというところでしょう、本日も143の45が安値という形となっています。 そして戻りなんですけれども、先週もずっとそうだったんですが、結局、ですね、買い戻しがえる場面でも、一目のこの転換線のところで、かなり頭をですね、抑えられてしまっていると、こんな状況なんですね。そして今日も転換線が146円のですね、4二に来ています。先週末の高値が146円の48ですから、やはりこういったところですね、非常に重要な戻りのめどということになってきています。ユユーーロロドルの方も確認しましまょう。ユーロがこちらです。 先週末はパウエル議長の発言を受けまして、ドル全面安という形となりますと、その少し前に1.1105まで値を下げていたユーロドルなんですが、一気に1.1201まで100ポイントの上昇という形になりました。 そして今日の東京市場、朝方こそ1.1202と、1ポイントだけですね、高値を更新する場面があったんですが、その後は戻り売りに押されています。株価の下落等も手伝いまして、1.1182まで下押しをしているというところです。基本的にはですねポジション調整という形となっています。 ユーロは長めのチャートを見てもらっていますけれども、何と言いましても、昨年の12月の28日の高値1.1139を完全に上抜けてきたという形なんですね。まあ、ですから、チャート的には、昨年の7月18日の高値1.1276、相当重要なですね、こちら、上値のメドになってきています。また、下サイドも12月28日の高値の1.1139をきちんとサポートされるのかどうか。 こういったところですね、えー、今日あたりもですね、ポイントになってくるというところでしょう。はい、えー、それでは今日予定されてますものの経済指標をこの後確認していきます。 はいそれではですね、こちら、今日この後予定されている主な県市場なんですけれども、今日こちら見てください、インド市場が急上、またはロンドンがですねイギリスがサマーバンコルデで休みになっちゃってるんですね。ですから、おそらくニューヨークでもあまりですね手を出してこないというところになりそうです。やはり今日週明けですね、3連休の参加者が非常に多い中で、なかなか手がけづらいということになりそうです。ただ、5時の8月のドイツの愛護企業経験を回収や、9時半の7月のアメリカの耐久在住中確。 こちらもですね、非常に重要な仕様ですから、こちらを受けまして、アメリカの金利動向、こちらには注意が必要だというところでしょう。 あとは海外アジア時間から動きがあります日経平均ですね、こちらの先物の,の動向、こちらにドル円敏感に反応しやすいですから、こちらもです、ね、注意深く見ていくということになります。今週に関しましては、ですね明日以降2年、アメリカの2年祭、5年祭、7年祭の短期祭の入札が控えています。そししてて先週末ですすねパーウェル議長が言及していますように今後の経営 金融政策の軸がアメリカの雇用情勢、こちらに移されてきていると、こういう状況となる中で、今週もですね、29日にはアメリカの GDP の改定値ですとか、あとは新規政府申請件数ですね、こういったものがマーケットを動かすようになりそうです。そして、月末、週末は月末と重なりますけれども、30日、アメリカの7発の個人消費支出、PC コアデフレーターですね、こういったものもインフレ指標として引き続きポイントということになりそうです。 それでは今日の解説をお願いいたします。